だから、
できるだけ繋げて、もうできなきゃ4までとかできると思うんですけど、前半だけ後半だけで分けてもいいし、ただもうこれをいつもイメージして、昼間結構バッグできたら頭がこれまで一応これで、これ昔の B の規定だけど、今の B の規定の条件を満たしてるし、自由もこれで一応何度でもなれるんですよ。だからこれが一応通ったら、規定も自由
前中だから、これでこう着地の時に下がってると全然ないし、だから、本当はこうやって一回伸ばしてからこうなんだけど、これ大変なんで、もうバイクからこれで着地してストレート上げて、それと全中につながります。着地の時はさすがにこのまま突っ張って着地はできへんから最後はこうやけど、空中はちゃんと伸ばしとかないとやっぱり、ね、はい、thank you。
うやると傾いちゃうから飛んでから飛ぶときはちゃんとまっすぐ飛んでからこれでまっすぐ。そうすると同時にこう回そうとすると体の軸が傾いたりということになると思います。だから最初も足が大丈夫なほうが安定しますから最初もこれで入れる。ちょっと練習しときこれで。締めてきちんと体を保存しとかないとひねりはできない。膝とか腰とかが